決まっていたような遠い昔から分かってたような、見えない線の上をたどるように導かれて愛交差するセゾン、背中合わせの光と影のように強く惹かれるミスティフィカシオ、耳元でささやき呼ぶ声に振り向けば気づかぬうち開かれてた扉、少しの偶然と必然をつなぐように動き始めた二つの椅子とは、手繰り寄せるようにパズルの隙間を埋めてくように、語り継がれる運命にも似た長い道のりの先にあるマナー、一つ一つの刹那に刻まれた揺らぐことない楽でファベリテ、手招きされるように近づけば見えるなど、知らず知らずに巻き込まれてゆく、まだ知らない世界新しくめくるたびに解き明かされる確かな椅子と、包いている。